ミケランジェロ・アントニオーニは、イタリアの映画監督。1912年9月29日、フェラーラで生まれた。ボローニャ大学を卒業後、地元の新聞に映画批評を寄稿。1940年、ローマに移住。チネチッタで映画制作を学び、後にアントニオーニの作品に携わる、数人の映画技術者に出会った。 1942年、ロベルト・ロッセリーニのギリシャからの帰還の脚本を執筆し、マルセル・カルネの悪魔が夜来るで助監督を務めた。1947年、短編ドキュメンタリー、ヘンテデルポで映画監督としてデビュー。その後も、愛すべき嘘など数本の短編ドキュメンタリーを制作する。1949年、初めての長編となった。 ドキュメンタリー、ロガーツェイン・ビアンコを発表した。1950年、初の長編劇映画、愛と殺意を発表。1955年、女友達で長回しによる撮影スタイルを確立。同年のベネツィア国際映画祭で銀次師匠を受賞した。1957年、自身の妻から突然別れを告げられたことをきっかけに、故郷フェラーラを舞台にした。 さすらいを制作。ロカルの国際映画祭で、金表彰を受賞した。1960年、ジョージは既存の映画文法とは全く異なる作品であり、第13回カンヌ国際映画祭で上映された、際にはブーイングが鳴りやまなかったものの審査員賞を受賞。英国映画協会、サザーランド杯も受賞し、アントニオーニの代表作となった。また、 同作に出演したモニカ・ビッティはこれ以後、アントニオーニのミューズとして欠かせない存在となった。1961年、ビッティの他に、マルチェロ・マストロ・ヤンニとジャンヌ・モローを起用した、夜を発表。第11回ベルリン国際映画祭で、キンクマ賞を受賞した。1962年、ビッティとアランドロンを配した、太陽は、一人ぼっちを発表。 第15回カンヌ国際映画祭で審査員、特別賞を受賞した。これら3作品は、愛の不毛三部作として知られる1964年、再び、モニカ・ビッティを主演に迎え、初のカラー作品となった赤い砂漠を発表。第25回ベネツィア国際映画祭で、金獅子賞を受賞した。1966年、イギリスを舞台に、 スインギングロンドンと呼ばれた当時のポップカルチャーを織り混ぜた浮上理劇欲望を発表。1967年第20回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞。アンリ・ジョルジュ・クルーゾーに続いて世界三大映画祭すべての最高賞を獲得した史上二人目の映画監督となった。1970年アメリカを舞台に 学生運動やヒッピー文化などを描いた砂丘を発表。ピンクフロイドの音楽とともに、ラストの爆破シーンが高く評価された。1972年、毛沢東の妻、後生の依頼を受け、文化大革命期の中国を舞台としたドキュメンタリー、中国を制作。しかし、中国政府にとって、都合の悪い描写を含んでいたため、毛沢東夫妻の反発を受け、 中国で公開されたのは30年後のことであった。1975年、ジャック・ニコルソンとマリア・シュナイダーを起用した、サスライの二人を発表。ラストの7分間もの長回しが話題となった。1980年、テレビ映画、イル・ミステロ・ディオ・バーバルデで16年ぶりに、モニカ・ビッティを起用した。1982年、映画監督を主人公にした。 ある女の存在証明を発表を。第35回カンヌ国際映画祭で35周年、記念賞を受賞した。1983年、それまでの功績が称えられ、ベネツィア国際映画祭で、栄養金日誌師匠が授与された。1985年、脳卒中に見舞われ、以後は半身麻痺と言語障害を患う。1995年、 ビムベンバースを共同監督に指名し、自身の短編小説を映画化した、オムニバス、愛の巡り合いを発表を。13年ぶりに映画監督として復帰した。同作には、ジョン・マルコビッチや、ソフィー・マルソー、ジャンレの、ファニー・アルダン、イレーヌ・ジャコブなどが起用されたほか、夜で共演したマルチェロ・マストロヤンニとジャンヌ・モローも出演した。同作は、 第52回ベネツィア国際映画祭で、国際映画批評家連盟賞を受賞した。同年、第67回アカデミー賞で名誉賞を受賞した。2007年7月30日、ローマにて94歳で死去した。同日には、イングマール・ベルイマンも死去している。1942年、レティツヤ・バルボーニと結婚するが、1954年に、離婚。 1968年、ジョージや赤い砂漠など、アントニオーニの6本もの作品に出演し、長年パートナーであるモニカ・ビッティに、プロポーズしたが、結婚することはなかった。1986年、ある女の存在証明に出演したエンリカ、アントニオーニと再婚し、生涯連れ添った。フェデリコ・フェリーニや、ルキノ・ビスコンティなどと並んで、 ネオレアリズム以降のイタリア映画を代表する映画監督として知られる。男女間の愛の不毛、社会に生きる人間の不安や孤独などを描いた作品が多い。1960年代後半からはイギリスやアメリカ、中国といった国外を舞台にした作品も制作した。テオ・アンゲロ・プロスやアンドレー・タルコフスキーなど数多くの映画監督に影響を与えた。 ジャンリュック・ゴダールは、JLG、自画像の中で、自ら映画となるとして、ジャンビ語と並んで、アントニオーニの名前を挙げている。ブラジルのミュージシャン、カエター・アノベ・ローゾのアルバム、ノイチス・ド・ノルチにはアントニオーニに捧げられた曲、ミケランジェロ・アントニオーニが収録され、この曲はアントニオーニが、オムニバス映画、愛の神、エロスに提供した短編映画。 エロスの誘惑危険な道筋のサウンドトラックでも使用された、突起のない作品は監督のみを担当。ありがとうございます。